も私をのけものにしたね。お待たせいたしました。なんて、別にあなたのこと恨んでるわけじゃないんです。ねえ、なんで私のこと知ってるの？健太郎のインスタにあなたがいました。SNS に行きつけの美容室とか載せるの危ないですよ。元彼のインスタを覗いたことはありますか？リコさんですよね。私、ケンタロウと付き合ってました。あなたが別れたのと私は関係ないでしょ。リベンジポルノって知ってます？あなたも撮られたんじゃないかな。誰にも見せない二人の秘密、それを消したいんです。あの女誰なんですか？今日は帰らないって。よかった。何が？ケンタロウはそんなことしない。誕生日おめでとう。まだケンタロウのこと好きなの？別れさせたかった。酒飲んでる。なんで？一番おかしいのは誰でしょう？キスした！あんたがやったことしただけ。彼女じゃないし。甘くて危険な茨の道のその先は恋の茨。私がなりたかったのはこんな風だったんだって。